なと思って。やめて。歯の隙間まで見えちゃうのやめて。イエーイ。はい、どうも。早速押してます時間。おはようございます。黄昏じゃないよ。暁で鶴の暁撮影をこれから始めていきます。はい、1年ぶりに、そこちょうど1年ぶりにこのメンツがこのキャラクターで揃いました。イエーイ。はい、アメパワー属性テーヤーけど、フドくん、なに、インスタだ。いや、昭和に行くのかなと思って。悪いこれ。悪くないよ。いや、修行に行く前にね、僕のプリン食べてくれないかなって思って。プリン？そう、プリン。今回はね、自信の出来なんだ。食べてかない？いや、もう修行行くから。食べてかないの？うん、甘酒使ってるよ。甘酒？不動くんのだけ甘酒で作ってるんだ。そこまで言うんだったら食べていかないと、ミスタラがかわいそうかなって思うから食べる。食べる？食べる。そうと決まれば向こうの部屋に置いてあるから。誰に行こう？いただきます。どうぞ。お味はどうかな？おいしい。それがよかった。結構ね、卵を厳選したんだ。今日のね、卵はちょっとあんまり行かなかったかな、どうしようかと思ったんだけど、いやでも美味しいって言ってもらえてよかった。この小説もね、結構頑張ったんだ。もう今日寒かったでしょ。だからね、蒸し器がなかった。すごいふわふわってしてるし、口の中でたらとろってするし、今まで食べたおやつの中で一番好き。本当によかった。実はそれ隠し味や、米麹だわ。さすが不動くん、気づいたんだね。どう、隠し味見たんだけど結構わかる。本当に？そうか。いや、不動くんは気づく。あのさ、ミスタラ、何？これ丸に来て、どうしたらいいのか正直よく分からなかった。だけど、これ今は何が大切なのかよく分かんないけど、でもこの修行で
くるとなんかめっちゃ鼻が面白いありがとうございます。これ望遠だから全然さおーやげんひらめたなよ。見てくれよこのひらみを。これだごめんな、かなり映ってないおーこれで映るよ。おいいねーいいねーいいねーなんで急にゴリラになるちなみに相座は今防具を忘れて忘れ物を取りに帰ってるよ。あれってバケツ？違う。違うか。なるほど。ブドウ立て。いきまーす。今日は決まってるかな。さっきね風がね強くてね、うん、うわーってずっとこの辺でずっと滞空してた晴れましたね。さすがさすがミオ大明神足元だけお写真をつけているそこのあなた、顔は映ってないよ。今日もよろしくね。いい気がするかい？いい気がする。お、決まったか。せーの、不動とーやげんでー
たよ。人のこと言えない。ごめん。さて本番。めっちゃキメ顔で。いきまーす。せーの。不動と。不動と立て本番。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。やげん切るかと思った。格好の悪いみっちゃんみっちゃん、格好の悪いみっちゃんみっちゃん、格好悪いのみっちゃんみっちゃん。先生、不動くんがいじめます。ちょっと待って、格好悪い。追い打ち。もう心折れた。あとしたまさちょっとさ、やっぱりさ、最初ふざけてくれない？なんか小田ばっかりばっかみたいな。そうそう、ブーブー。え、ほら、伊達男だから。ちょっとほら、伊達男はちょっと。はい、いくわ、もんだむよ。せーの。いや、ちょっと伊達男なんです。事務所 NG。 NG で、ね、ちょっとかっこよく決めたいかも。あのほら、政宗様が怒るから。なに、からちゃん、なに。やりたいんだって。からちゃんやりたいの？え、なにする？ドラミングしちゃう？ドラミング。加納さん様子入っちゃった。ここにいない加納さんが。はい。ずるいぞ、綺麗にまとめちゃって。綺麗にまとめちゃって。はい、じゃあ、せーの、織田のみんなは仲良し。すげえ、今日は。Thank you.
配になってなんか。まあ、そうですね。あのようなことが起こらなければいいですけど。あのようなことなんで。Thank you.
でもな、忘れないのはこれだけでしょ。みんなはあの日の悲しいことを忘れていい。でも今日は忘れないでしょ。その悲しみも一つ以外の食材には生きた証です。
같이 지금 보러 가셨네. 아세네, 대매 불타이소 넣었잖아. 대매 짜리 날렸었냐? 대매 대매야 다 맞다. 와, 대매 불타이소 내가 나한테 꼬나 대매 보러 보는데요. ボロボロだけど帰ってきただろ。 ボロボロだけど帰ってきた。 こんな状態で気丈ってどういうことだよ。 もっといい最善の方法があっただろうか。 てめえ スーさん、 最善の方法って何。 みんなボロボロでも帰ってきたじゃん。 最善の方法って何。 通りだよな。何俺は作ってんだよ。全員重症だけどちゃんとこの本丸に帰ってこれた。それよかったね。あの日だってこうやって全員一緒に帰ってこれたらよかったのに。 なあ、光田だ。お前に一つ聞いておきたいことがあるんだけどさ。お前は何を守るために戦ってるんだ。何を守るため。みんなを守るためだよ。 みんなで、こうやってまたホームに帰ってくるために、みんなを守るために戦ってる。みんなを守るため。みっさら、今みんなを守るためって言ったか。ああ、そうだね。じゃあてめえ自分自身のことはいいのかよ。 自分自身のことは守んないのか。みんなのことを守れればそれでいいっていうのか。笑わすんだよ。俺たち刀剣男子は折れたら終わりだな。あスーさんはさ、じゃあ一組の僕が折れたことは無様だと思う。 かっこ悪いと思う。あの日の僕はそんなにかっこ悪かったかい。僕はみんなを守るために戦って、みんなと戦って折れたんだ。 違う違う。あの時は密貿一人で戦ったんだ。俺たちは戦ってなんかいない。あの時密貿一人で戦った。あの時密貿が一人で戦ったから俺たちは帰ってこれたんだ。金坊や皿坊長谷部や、そうそう、 俺たちを守るために、お前が言うみんなを守るためにっていう戦い方で、あいつは折れた。一人でたった一人で戦って折れたんだ。本当に一人で戦って折れたんだい。僕は一人で戦って一人で折れてった。 あいつが降りる瞬間は
これは見れなかった。サラボンしか見てない。俺は三つ子を見殺しにしたんだ。あの日重傷だった。サラちゃんやカラちゃん。みんなのことを守ったのはすずさんじゃないの。すずさんが僕の代わりにみんなを守ってくれたんじゃない。俺は俺はあの日のことをずっと後悔してるんだ。あの日三つ子を一人だけじゃなくてせめて俺も残っていればもしかしたら一緒に帰ってこれたかもしれない。もしかしたらあの時カラボーにサラボーを任せて他のみんなで一緒に戦っていれば怪我を負ってでも帰ってこれたかもしれない。なのに俺は水棒一人に全てを背負わせた。一人で戦わせちゃそれがずっと後悔して一人で全部抱え込ませちまった。それはずっと僕は一人で抱えてなんかいない。鶴さんはみんなを思ってくれたんだろ。僕の代わりにみんなを思って本丸に帰ってきてくれたんだろ。鈴さんありがとう。あの日戦ってくれてありがとう。ただいまさあみんなでエレベア入ってください。なんだよお前たち。お砂糖で作ったね、甘いソースだな。
シワになって。そうじゃなくて。すごい美味しいから、戦場でさ、いつも俺は来た、俺はまだ
みっちゃんがいるところ来たばっかりだったからさ、いつも助けられてたんだけど、よく怪我してたもんね。そうでしょ、まだ全然弱かったからさ、いつもいつもみっちゃんに助けてもらって、怪我したらみっちゃんがおぶって帰ってきてくれたりとかさ。今もさ、ヤゲもハセレもソウザだって仲いいけどさ、うん、昔仲悪かったよなお前ら。うん、そうだったの。でも仲悪いっていうかな、うっせツン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 してた。そういうこと言えねーだろ。ヤゲのだろ。2人ともそうだったの。お前もなんかほら、他のやつのことは別にどうでもいいやみたいな。あー、そんなことねえけど。工藤だっていつも甘酒飲んで部屋の隅でくよくよしてよ。いやでもちゃんとそれは乗り越えて今ここにいるから OK。 今鼻水垂らして泣いてたくせにな。ちげえね。あ、こら、おい。まあ、酒飲んでたから仕方がないっていうか、だからもう、もう飲まないって決めてちゃんとしてる今。でもまだ大丈夫だったぞ。どうだろう、余ってる、あの余ってる、そういうのがたくさんあったんだ。まあ、でももう飲まないって決めたからな。じゃあ、もったいないから俺たち飲んじまおっか。え、でも中村は結構量があったよ。じゃあ、いろいろお菓子作りに見たの。あ、いいね。じゃあ、体が下がるってことね。いいね、今の時期に。なんだ、料理とかにも使えそうだね。いい、鍋とかまさか。あ、いいな。あ、面白い。そうだよな。あ、鍋、お菓子でもいい。いや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 、だからもう甘酒、酒には逃げないって決めたから、いやそこちょっとみんな協力しようよ。だからじゃあほら、工藤は食わなきゃいいんだよ。え、無理して食わなくて。食わないんだろ。あの、だったらほら、工藤の頃は甘酒抜きにしてさ。あ、俺たち任せて。そうそう、俺たちが食ってやるから。え、美味しい甘酒入りの甘酒入りのケーキ、クッキーとかもよ。あ、美味しそうだね。いいね。美味しそうだね。いや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 、ほら2つ、2種類作るのはほら、時間の無駄、だから、まあ、1種類しか作らないんだったらほら、ね、やっぱりちゃんとそれを食べないと人に迷惑がかかるかなって思うから、まあ食べてもいいかなって思うような気もするような、うんうん、そんな感じ。お前素直だねえな。本当にな。